皆さんこんにちは、マックス村井です。私にとっては初めて、まあマックス村井にとってっていうか、私村井友武は先日40歳になったばっかりですけれども、40年の人生にとっても初めて、本日ですね、高須先生こちらでございます。私が高須クリニックでお世話になっているあの高須先生です。イエス高須クリニック、高須先生がパチンコの台になられたという話を聞きまして、で最初はですね、ああそうなのかと、高須先生はまあパチンコ向いとるよなと、あの雰囲気というかね、持ってる世界観いいよな、合ってる合ってるって思ってたんですが、それでこう通常であればスルーする流れなんですけれども、今ちょっといろいろ一緒に仕事している一人、とある一人がですね、ものすごくパチンコが好きなやつがおりまして、その子がどうしても一緒に打ちに行きたいんだと。まだこれ発売がいつでございましたっけ？2022年の2月の7日が発売で、本来であれば打てない、触れない、もう触れるのは関係者だけですよね。そんな台をですね、ある種身内がですね、もう打ちたくて打ちたくてどうしようもないと。で、分かったと、ここはマックス村井の人生初パチンコを一緒にやろうじゃねえかということで、本日ここにやってきました。こちら場所はですね、メーカーの豊丸さんでございます。ありがとうございます。では、今日私の人生初のパチンコをですね、横から指南、してくれるゼロ号をお呼びしたいと思います。どうぞゼロ号。すいません、別にね、普段カメラの前でやってる人じゃないんですよ、一般人なんですよ。一般人なんで、別に喋るとかじゃないです。ただゼロ号が私に教えてくれるのね、パチンコね。ゼロ号まさかの女性です。これカツラじゃないです、女性です。緊張されてます？緊張されてます？いや、いいんですよ、いつも通りでいいんですよ。喋りたくない。喋りたくない。打ちたいんです。打ちたい、早く打ちたい。もうとっとと終われと、行こうと。わかりました、じゃあ行きましょう。レッツ高須。いや、まさかね、動画の前でねパチンコに座りが来るとは人生で思っておりませんでした。これは試打、あくまで体験でございますね。これが高須先生の台だ。すげえ、高須先生のお腹が動いてる、腹筋が、シックスパッドが動いてる。で、映像が流れてる。 2000XX 年、一人の医師がドバイに降り立った。高須だよって、すごいな。なんやこの映像。新たなる患者、迫り来る難題、よう、よう、高須躍動、あの夏の恋、どういうこと。高須降臨、イエス高須クリニック。あ、すごいね。これを私は今から打つわけですね。ここに入れればいいの？ここに入れてスタートの抽選が始まるんですが、抽選、はい、ただここに入れるのが大変難しい台になっております。既存、ここに一発入ればもうその抽選が始まる。1回抽選なんですが、それが37分の1でしたっけ。36.9分の1。また来た。36.9分の1で何があるんですか？当たりがします。当たりが来る。イエス、イエス高須クリニック。じゃあとりあえず入れればいいのね、ここにね。そうです。で、それのためにここに玉をめがけて打ってください。なるほど、参ります。強いですね。めっちゃくらめっちゃくらめっちゃくら。はい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 。上手です、上手です。はいはいはい。上手です。これ無音ですか？おお。なんやこの、なんだこの BGM は。なんだこのご機嫌な BGM は。ちょっと力入れた方がいいか。はい、なんだ、はい、これはここに行くまでの運動。なぜそこに入れてるの？これはね、フロート台なんですよ。フロート台、素人の方がやるような台じゃない。まだここやな。そう、まずはそこ狙いましょう。じゃあここだよ、ここだよ、こっちだよ、ここ狙うべきだよ、ここ。ナイス。
起こったの今。今のはどういうこと？一人の青年が肉体美自慢のコンテストに出場することになりました。え？周りと比べ貧相な肉体の青年はとてつもないバチ違い感を感じています。見ちゃうなこれ。え？何？終わったのこれ。確かにちょっと分かるね。なんかこのちょっと高橋先生いいね。高橋先生のが見たくなるねこれは。おい来た。あ、海ルート空ルートっつって。そうですよね。パチンコは、はい、多いです。この台特に。この台は特に多いのか。特に多いです。この台動画向きじゃないんです。動画向きじゃない。シックスパッドがちょうど押し込んでくれると入るわけだ。はい、まだね。はいはい、はいはい。来いよ来いよ来いよ。来たらどうなるのか分かんないから来いよ。まずはここだもんな。まずはここだもんな。そこ行きましょう。慣れてる。早かった。おい、来い来い来い。このレートが多いね、私は。はいはい、来てる来てる。来てる。入ってるよ。イエス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 。かっこいいな高須先生。はい、イエス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 。これ今まで見ててどう？コツは？ここら辺もうちょっと手前でも大丈夫です。ずれてて。あー、そうそうそう、ちょうどいい。ちょうどいい。あー、やばいやばい。あー、腹筋頑張れ腹筋頑張れ。ここいい。ドバイの符号を3人発見しろ。セレブ発見。
発見したの。あ、来た来た、やばい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 。不合集結。イエス、タカスクリーン。なんだよ、すごいじゃん。なんか来た。タカス、麻雀しようぜ。なんだよ、こんな手に。紹介したい男め先生先生久しぶりだな。な、何なんだよ、なんだ。力の差を見せてやろう。博士先生、麻雀大好きだからな。待て、あんたの手の内見せてもらうか。
23% を外したらしいですこれせっかくメーカーさんにお邪魔して時間もらってるのに残りの 7% を引くっていう。これ 93% になってたらとんでもない感じだったんですか。すさまじい演出があったんですか。それは7000発ぐらい。7000発ってどんな感じ。ちょっとYouTube で言えない。ちょっと YouTube では言えないような感じなの。7000発というのはすごいこと。7000発はすごい。これ聞く人が聞けば耳がピクッとなる。ピクッと7000発。それを私は外した。外して1000発で終わる。さあ、これが高須先生のこの台のネガティブキャンペーンにならないことを私は祈っています。 93% ですから。皆さん逆です。今までちょっと私体験させていただきましたが、いやちょっと楽しかったですね。高須先生があれだけ見れたっていうだけで私はもう本当大満足です。ちょっと今回この機会を、まあ、ある種作るきっかけになった0号が多分打ちたくてうずうずしてると思うんで、ちょっとこの後0号が打ってるのを私は眺めたいと思います。0号、はい、見えとらんな。見えてないですね。0号ゼロもちょっと楽しんでくれ。はい、ありがとうございます。演出を見せてくれ、撮らせてくれ。そうですね、もう全く何も気にせずに一人の世界に入っていいぞ。はい、ありがとうございます。わー、なだらかな音楽。この仮面が邪魔でなかなか見えないんですよ。全然見えない。すげえ嫌なんですよ。すごい嫌。すごい嫌。すごい嫌。俺、落語の神さんが別に映ってないから仮面外していいですよ。え、こっち振り見たら映るけど。これで、あ、それでいいですか。それで、はい、あ、すっきりしました。あ、楽しい楽しすぎる先生こんな圧迫感をかけられながらパチンコ打ったことがない。ほら、早せ早せ、やめてください。早見せろ。これ、もうこの豊丸さんの台で早くしろはやめてくださいこれもう聞く人が聞けばわかる。豊丸で急かすなと何と呼ばれて時間しとんねん。いやー全然回んないなんで村井さんの方が全然上手だったわ。あっち行きゃいい。あっち行こう。あっち行く。行こう行こう。わかんないですよ、わかんないですよ、わかんないですよ。いけると思うよ。イエスイエスイエス。あれ回った？どうぞ。何度目の？あ、入った。わからん。ものすごいスルーした。まだ保留あります。保留ってない。私のドバイゲームへようこそ。まだ抽選が受けられます。 SP 発展だ。右打ちすぎました。ジャパン、しっかり出る。え、支援好きのイメージが強いけど、決して誰にでも支援するわけじゃないんだ。僕が支援したいと思った人にしか支援しない。それは僕のポリシーだ。めっちゃ笑ってる高先生。めっちゃ笑ってる。今はここにボタンがある。おお、これは君と僕とをつなぐ心のボタンだ。心のボタン、つながりたい。僕の心を震わせてくれ。さあボタンに手を置くんだ。ボタンに手を置き、院長と心をつなげ。来ましたよ、高須クリニックが。入れた。
悲鳴を感じるよ。ユーザーの立場ですけども、これは1回見てるので飽きてます。飽きてる。さっきのうなぎさんのやつなので飽きてます。この次私が当てて新しい映像を見せなきゃ。イエス高スクリーン。ここですね。頑張ってくれよ。ここですね。さあ来い。選択してもイエス高スでいきます。イエス高ス。先生がイエスといえば当たりです。ネガティブキャンペーン。姉さん超ネガティブキャンペーン。いいえ、あるはず。復活。姉さんボタンあるはず。ボタンこいと。ボタンボタンボタンこい。落ちてくるんです。落ちもしねえ。姉さん豊丸の人苦笑い。豊丸さん、豊丸の人苦笑い。ちょっとなんかちょっと私とあなたに2人連続で 93% 外します。はい。7% と 7% を引く。ちょっと待って、これはこれはこれも 93% 外しました。我々 93% を外す。これやるしかねえな。姉さん、もう一発ゲー、もう一発いっていいっすか。出せ。イエス高スクリーン。リニューズ。今度こそ 93% を引く。
新しい BGM が。
ンドを超えたって次回をヘリで飛ぶんだぜ自分自ら博士クリニックなんだよすごいな
シダはここまでということで、高橋先生の代は来年の2月から。歌がすごいかかってましたけれども、顔が売れている以上は期待に応えようだっけ、なんだっけ、顔が売れている以上はやるしかねえみたいなことをおっしゃってたのがすごい耳に残ってますね。人生初めてでしたが、すごい楽しかったです。豊川さん、ありがとうございました。ありがとうございました。では皆さんも来年の2月以降、この高橋先生の代楽しんでください。人生初めてのパチンコ大会でした。さよなら。